はい、それでは、仕事とも両立できる秋からの周囲通学で合格、ハイブリッド学習法とはというところで、ガイダンスの方を始めていきたいと思います。担当は私、デクセニコショベニシタオです。皆さん、こんにちは。で、今日は、まあ、秋から始めて、まあ、実際弁理士試験、まあ、来年ですね、に向けて、まあ、合格するためにというところで、まあ、よく質問であるのが、秋から始めて間に合うのかと。いうところがあるんですけれども、間に合うかっていうまず質問が実は愚問で、間に合うかじゃなくて間に合わせるのがやっぱり大事ですよね。勉強していく上では。だって最初から、ね、病院に行って、いやすいません病気なんですか、治りますかねって、ねえ、それは深刻な病気の時にさ言ってもやっぱりいや治りませんって言われたらさ、お先真っ暗じゃないですか。どう治していくかというか、どう治療するかと、まあ言ってしまえば、私はだからやっぱり皆さんというのはそういうですね、まあ来年に向かってやっぱどう合格するかっていうところを、まあしっかり意識していくと、そこがやっぱり大事だと思ってるんですね。でそう考えた時に、じゃあ何をやっていくかというところを今日は話をしたいなと。で春の講座と、まあ、秋の講座があって、今まさに秋なんですけれども、もう春の講座はだって申し込めないわけですよね。過去に遡ってね、いややっぱり4月からやったからだったから、ちょっと私4月戻りますわってもう言えないわけだから、ってなると、じゃあ来年の4月からやるかって言ったら、これもやろうと思ったらもうすぐに始めた方がいいってことになりますから、やっぱり今のタイミングからやって、まあじゃあどう合格をしていくかということになるかと思います。で、考え方なんですけど、私自身はじゃあ今からやって来年最終合格ができないかっていうふうに考えてるかって言ったら、できると思ってます。ただ確実にできるかどうかの度合いというのは難しいですね。これはなぜかというと、勉強を取る時間とかもありますし、これはもう春からの講座でも一緒です。やっぱり確実にって言われるとやっぱり難しいところはある。これはなぜかというと、担当論文講述っていうのを一気にいかなきゃいけないと。で自分の中としては、まずは担当試験で、これは確実に通ってほしいです。来年で、来年の担当試験に通ったら、論文試験の免除があります。であるんだけど、せっかく担当受かったんだったらもう論文行きましょうよここはもったいない。でその自分のいつも入門生にも言ってるんですけれども、論文に駒を進めていただいたら、それは当然合格を目指していただきたいと思ってますね。で実際ですね、まあ、ちょっと受からなかったパターンで、一番遅かった、まあ、受からなかった場合と申し訳ないんですけれども、去年スマートって私は通信の講座もやってるんですけど、スマートの受講生さんで、年明けから始めて2月近かったかな、もう1月の末ぐらいから今から始めますって受講生さんがいらっしゃって、で、まあ、実際やって届かなかった38か7まで担当で、ちょっと1点か2点足りなかったんですけど、でもそれが1月末ぐらいから始めてなんですよ。だそう考えれば皆さんもうはるかに早いですかね、まだまだということで考えれば、全然担当試験に通るのは確実ですし、でやっぱり担当試験ってそのベースのなる考え方ができていれば、論文試験を突破することはできます。うん、これはね、担当試験と論文試験って分ける必要はないんですね。考え方としては要するに弁理士として必要な知識を聞いてきているので、だから担当試験だからこうです、論文試験だからこうですじゃなくって、その見せ方なんですよ。で一般的に担当試験というのは知識の正確性を聞いてます。これはそれを五種択一で選ぶ。で論文試験というのは事例に基づいて、我々って文章を書くのが仕事なので、でクライアントに対して文章をどう説明するかっていうところを、まあ、論文試験で力を見てると。で口述試験が最終的に、まあ、お客さんに対する説明ですよね。それができるかどうかというところになりますので、ベースとなる知識は一緒です。私はまず皆さんにそこで作ってほしいんですよ。要するに弁理士だったらどう考えますか、うん、だから特許法でこの枝だから丸だとか×だ、条文を覚えましょうとかじゃなくて、まず弁理士だったらこれどう考えるの、うん、これは妥当だよね妥当じゃないよねってことが分かれば、担当試験も丸か×かの判断はできるようになるし、で論文試験も必要なことは書けるようになってきますので、だそういう進め方をしていきたいなと思ってます。でレジュメの方を使ってちょっと話をしていきますけれども、で一応最初に言っておきますと、その私自身がまあ、いろんなレックも、まあ、講師もいますし、まあ、いろんな講座があって、まあ、多分受験機関もレックだけじゃないんですけど、まあ、多分、まあ、いろんな先生が、まあ、特徴があるんですよ。でレックだけでも、ね、何人か先生いらっしゃって、もう各先生いろんな特徴があるんで、まあ、選びたい放題だなとは思ってるね。これみんな同じ先生だったらさ、どれで取っても一緒ってあるんですけど、合う合わないがあるんですけど、私は他の先生に勝ってるところは何かというと、まあそうですね、まず不真面目っていうところですかね。基本的に真面目じゃないですね。だから勉強は本当好きじゃないんですよ。
極力やっぱりなんか勉強ってもともと自分が受験生時代もう好きじゃなくってまあ、なんで受かったですかっていうと本当に運で受かったってよく言ってたんですけど、で、まあ、受験生仲間、まあ、当時ですね自分が受かった時に馬場はどうして何がうまくいったのって言ったら「運が良かったからね」って言ったらそれ言われたら身も蓋もないよみたいなね俺はどうするんだって話になってしまったんですけど、でも自分自身はやっぱりそう思っていて。うん、で、まあ、運だって言うんですけれども、やっぱり非常に効率は意識してるんですね。でそれはなぜかというと勉強を覚えるのが嫌いなの で覚えることを、まあ、要するにね、できる人、要するによく私言うのは弁理士試験で受からない人はどんな人かっていうと優秀な人が受からないって言うんですよ。 できない人が受からないんじゃなくて優秀な人が受からない。でなぜかと言ったら10個覚えましょうって言ったら優秀な人ってねちゃんと10個覚えるんですよ。覚える努力をするのこれ、うん、10個覚えなきゃいけない、要件10個あります、よし10個覚えようと思うのね。で次また10個でできたらまた10個覚えようとするわけで、それなぜかって言ったら今まで覚えられてるから。なのでだそれはまあ高校生ぐらいにね勉強だけできていればいい時代ならいいんですけど、なかなか大人になると時間も取れないとやっぱ忘れるしね、あと年取ってくるとだんだんそうなってくると徐々に徐々に昔のやり方が通用しなくなってくるんですよ。で私はもともと最初からもう10個覚えるともう10個なんて無理に決まってるって考えちゃうので、それをまとめるんですね、知識として。例えば3個覚えなきゃいけないのを1個に減らすとか、それはできるんですよ。例えばその規則って、まあ、まだ皆さん勉強してないから分からないと思うんです、分からなくていいんですけれども、特許権って例えば、放棄するタイミングと専用実施権を設定するタイミングと訂正請求するタイミングとかあるんですけど、これ実は全部同じなんですね、考え方は。権利をなんですかね、こうちっちゃくしていくっていうこれイメージになるんですけど、であと、まあ、独占権が使えないっていうイメージになるんですけど、ごめんなさい、時を放棄と訂正だな、放棄と訂正とか、あとは特権を移すっていう意味では特権の移転とか専用実施権を設定する、それから質権を設定するっていうのが、まあ、これ権利が移る、独占権が移るっていう意味で共通になってくるんですけど、これって実は条文全部バラバラなんですよ。今言った専用実施権の設定、特権の移転、それから質権の設定、これバラバラなんですけど、で3つバラバラのとこ出てくるんですけど、実は共通の考え方分かっていればこれ1個理解できていれば3つ理解できるのね。うん、だそうやってどんどんこう知識っていうのはこう集約していけるんですよ。でそこの工夫をしていくことによって、今度はじゃあ特許と衣装商標ではどこをまとめられるのかとやれば、実は10個のものが3つになるし3個のものが1個になったりするんですね。で10個のものが1個になったってことになれば、今度は2個3個忘れてもその覚えてる1個から知識を出せるんですよ。だそこをしっかり意識してやっていくことによって勉強時間っていうのはどんどん減らしていけるんですね。そこをまず意識していただきたいっていうところがあって、で私自身が覚えるのが嫌いなのであんまり皆さんに覚えろって言わないんですよ。で特にまあこういうこのレックとかこういうところに来たメリットというのは何かって言ったら、やっぱやらなくていいところが分かるところが一番メリットだと私は思ってるんですね。ここについて今勉強しなくていいですよとか、ここについて今やる必要ないですよっていうのがやっぱ言えるのが我々のメリットというか強みだと思ってるので、だからまあ講座に来ていただいてそこはまず明確にしていきたいなと思ってますね。だからやっぱ他の講座に比べると結構私はやらなくていいとか、そこはこだわらなくていいんじゃないのとか、うん、そなぜかしてやっぱり他の受験生もできないんだったら、まあ、今のタイミングではやる必要ないんじゃないのとかっていうのも、まあ、結構言うことが多いですね。そこがちょっとだいぶ違うと思います。でちょっとまあ内容を話していきたいんですけど、そもそもまず弁理試験はまあ難しいのは難しいんですよね。で、まあ、数値見ていただいてもやっぱなかなか受からない、うん、ところがあります。で、まあ、担当試験見ても、まあ、最近なんか、ボーダーとしては上がってきたんですけれども、まあおおむねですね大体今5人に1人ですね、担当試験であれば。だから5人に1人ってことは逆に言えば5人に4人、まあ、落っこってしまいますから、縁起悪い子というとね、そういった意味でその5人に1人に入るのがすごく大事ということになります。で、まあ、ここに書いてあるんですが、問題として、まあ、担当論文口述という形であるんですけれども、これ問題としては担当論文口述試験3つ進むんですけど、解きにくさは当然口述が一番解きにくいです。口頭試問で、まあ、1対1でやっていきますから飛ばせないんですよ、問題出て飛ばせないので、分かんない問題が出てもそこで、ね、分かりませんって言えないんですよ。分かりませんって言っちゃうとそこの科目落ちちゃうんで、口述はすごく解きにくいです。で論文はもう皆さん、ね、イメージ湧くと思いますけど、何もないところで文章書かなきゃいけないからやっぱすごく大変なのね。で担当はなんかマークシートだからなんとかなりそうっていうふうに考えるんですよ。ところが問題の難しさって逆で、実は担当試験が一番難しいです、これは。で論文口述の方が実は優しいんですね。っていうことはやっぱりまず皆さんが一番最初に意識しなければいけないのは担当試験ということになって、で担当試験ってこれ合格最低点を見ていただくと今39点取ることが重要です。
39点取れば受かるということになりますので、まずはその担当試験で39点を取るというそういう勉強をしていくということになります。でこれから勉強を始めて、じゃあ来年弁理士の試験に受かろうと、で、まあ、皆さんねそれぞれ受かった後にすることをいろいろ考えていると思うんですけど、で一つねお願いをしておきたいのは、よく言ってるんですけど、次のところに書いてるんですけど、その資格試験ってさ、あの勉強とは捉えてほしくないんですよ。私これよくいつも言うんですけども、あの仕事なんですよね。で勉強と仕事って何が違うのかっていうと、仕事ってもう成果なんですよ。例えばその途中のプロセスとか、まあ当然プロセスが無駄だとは言わないですけど、だって皆さんって来年のその弁理士試験の担当が5月の大体第3日曜か第4日曜ですよ。納期があるわけでしょ、そこだって。だからこれ7月の第1週に、ね、この講座取ればですよ、この講座取れば来年の7月には担当試験50点取れるようになりますって言ったって何の魅力もないでしょ。だって試験終わってんだから、もうそうですよね、あのいくら50点取れる力がついたとしても、それは7月ですって言われたらもう全く魅力ない。だからその5月の第3第4日曜の試験日までに39点取れる力がなきゃダメだということになる。ってなると試験に出るところをあの非常にあの重視するというか、だから出るところと出ないところを明確に意識していかなきゃいけない。でこれがね皆さんうまくいかないんですよ。何がうまくいかないか、そう勉強だから。で勉強って考えるといろいろ考えちゃうのね。例えば過去問をやってみましょう、問題集解いてみましょうって一生懸命問題考えるわけよ。1時間考えて1問解いてみましたと、ああ俺今日1時間も考えたなって。でもその人って1問しかやってないの、1時間で。だったら回答をすぐ見て、最初の頃はね、あこういうふうになるんだって理解して、でその上でどんどん問題解いていった方が効率がいいんですね、うん。であの回答を見ることがあの非常に悪いことだっていう意識を結構皆さんするんですよ。これでこれはもうずっと小学校中学校でこう刷り込まれてるわけですね。答えをすぐ見るな、自分で考えましょう。で私自身もあの、まあ、最後のところの自己紹介ちょっと載ってますけれども、あの今日時間ないからあまりしませんけど、あの前職は全然弁理士になる前は全然関係なくて、もともと教育産業で学習塾で教えてたんですね。あの中学受験の算数を教えてたんですけど、で小学生は確かにいきなり回答を見ろって言ったら考えないからね、何も。わあ答えだ答えだみたいなさ、鶴亀さん分かんなくていいやみたいな感じでどんどん答えを移して終わっちゃうんですよ。でも皆さん大人だからそんなことはないじゃないですか、ね、回答見ては丸棒を移せばいいやってさ、そんなことは考えないわけですよ。ということは問題を考えるっていうのは当然無駄だとは言わないですけど、これ考えるタイミングが必要なんですね。で勉強の特に最初の頃はあの一生懸命考えて時間を取るんであれば、どん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 回答を見てあの先に進めてしまった方がいいです。だからよく言うのは1時間で何問で、例えばまあ担当の過去問であれば1時間10問と私言うんですけど、1時間10問解くと問題解いて解説読んでね、でその1時間10問やって、もしそこで解けないものを後回しにしましょうって話をするわけね。で皆さんって結構最初から勉強を 100% 理解していこうとするわけ、うん、一個一個ね。でそれする必要がないんですよ。でなぜかと言ったら、その下に書いてるんですけどね、どうせ忘れますから、言い方悪いですけど、勉強やってることってやっぱ忘れちゃうのよ。これで忘れると思って勉強ってしなければ実はダメですね、あの最初から。で皆さんもなんかその忘れるってことはあまり無視してしまって、なんかもう絶対これは覚えなきゃいけない、理解しなきゃいけないと、でちょっとでも分かんないことがあったらそこでつまずくんですけど、あのそんなのは気にする必要ないですね。でやっぱりねすごいうまかったのは、前ちょっと秋の入門新宿で、もう何年前かな、最近はちょっとずっと担当解放っていう講座をやっていて、でちょっとまあその学習経験者向けの講座をやってたんですけど、その前はあの秋で、あまあ、秋の講座私も入門で生でやってたんですけど、でその時にやっぱり一発で受かった方がいたんですね。でその人はどうやってやってたかっていうと、分からないノートをつけてるんですよ、だから講座 で聞いたり勉強して、分かんなければ分かんないのにバーッと書いちゃう、でもそこで終わり、突き詰めないんですね。ただ分かんないことは分かんなかったってことでメモを残しておくんです。でそれをあの1週間に1回見直すんですね。で分かること増えたかなって、あまだ分かんないなって、で見て、で、まあ、何回か溜まって、これどうしても気になるなと思ったらこっちに質問に来てましたね、うん、あのこれどういうことですかみたいな感じで、あこれこういうことだよって言うと、でやっぱりその人も、まあ、どうせ忘れるし、あとやっぱ法律って後の方までいかないと分かんないことがあるので、だからそういった意味では、まあ、最初から全部を潰していくっていうことではなく、もうあの分かっているところをまずやっていこうと。で大事なことは繰り返すってことです、勉強は。だから1回やって終わりじゃなくって、だから1時間で1回やるんだったら20分で3回回した方がいいんですよ、勉強って、うん、その方が忘れない、まあ、当然その短期間で回してもしょうがないですけど、だからその翌週とか次の週とかっていうことで繰り返しやっていただいた方がいいですね、うん、最初から完璧にやっていくぞと思っても、例えば特許法最初やりますと、
で特許法をやって2ヶ月3ヶ月経ってしまうと忘れてってしまうんですね、どうせ。であればやっぱり あまりですね、そこは神経質にならず、ただ忘れていいことと忘れちゃいけないことあるので、そこは明確に私の方から言います。これは覚えてなきゃダメだよと。で覚えてなきゃいけないことは何かしたら、これは繰り返し言うだけですよ、私何回も。で1回とか2回じゃなくて、で何回も何回ではそのうち忘れないってことになりますから、だからそういった意味で その覚えてなきゃいけないとか忘れていいこと、これは忘れていいんじゃないって。で典型的なのは私の、ちょっと変わってるのは、ベンティジ資源の勉強って、こういう形でね、次の4ページのところに書いてあるように科目がいろいろあるんですけれども、で、俗に言うこれが4法、上4法下3法って言い方をするんですけど、こっちの勉強法かなり後なんですね。全然やらないんですよ私。でよく入門講座でここがあるんですけど、私入門講座でもこれやらないです。今回セットアップ講座って言ってますけど、やらないです。でなんでやらないかって言ったら、忘れるんですよ。もうこれ条約とかね、もう条約って試験が出るのって便利試験ぐらいですからね、外国との取り決めが。でこれってあんまり早くやっても細かいので記憶に残らないんですね。だそうすると時々今条約が苦手な人が早めにやろうとするんですけど、忘れないためにはどうするかって言ったら、さっき言ったように繰り返しやるしかないです。ということは今条約を始めてしまうと、忘れないためにはずーっとやんなきゃいけない、条約を少なくとも定期的に。じゃないと蒸発するから、知識を。時間もったいないですよそれ。だったら後でいいです。最後のもう3月ぐらい、3月は遅いかもしれないですけど、まあ、講座が大体それぐらいだと思うんですよ、2月か3月。これちょっと図が違うんですけど、パンフレットの中で、まずパンフレット見なくていいんですけど、なんかパンフレットでなんかこれ1月までに全部終わるような感じですけど、こう終わらないですよ全然。もうこの下三方とかはもう後の方になるんですね。でも直前でいいです。その代わりまず今の段階、早い段階は何をやるかしたら、4方ね、いわゆるここね、ここをしっかり固めるようにしてください。このここ特、ここいらないけどさ、ここね、特実衣装、ここを年内から1月ぐらいまでにきっちり固める。で忘れない。担当試験とかさ、論文試験って、皆さんこれから必死にやるんですけれども、担当試験ってさ面白いんですけど、実際に私が論文合格者、自分がゼミっていうのをちょっとやってるんですけど、そこで論文を受験する人、論文組っていうんですけども、よく私担当受かっちゃってる人ね、担当受かってる人に解いてって言うんですよ。担当の問題意外に解けるんですよ、8割とか9割、4法に関しては。皆さんは多分8割とか9割取るのすごく大変ね、過去問一生懸命やってもなかなか点数いかないんですけど、実は論文試験に受かるような人って、もしくは合格者って、過去問全然解いてないのに解けるんですよ。で昔は口述が難しかった時は、口述組の人ね、担当と論文免除だと、もう口述試験がありませんっていう人に担当の問題解いてもらったんですよ。そしたら9割近くできるんですよ、やっぱり8割から9割、過去問一切やってないですよ、もう問題集なんか全然やってなくて、条文しか見てないの、口述対策用に。でなんでそれだけできるかっつったら、さっき言った弁理士として、だから特許法ってこういう考え方だよねとか、衣装法ってこういう考え方だよねっていうのが身についてるから答え出せるんですよ。でところが皆さん最初の頃勉強してるとそうじゃなくて、もう単純にこの問題は丸だとか×だとか、そこに行っちゃうのね。でそうすると論文に勉強もつながらないし、覚えてないと解けないしってことになるんです。だそういった意味で の皆さんの基本となる考え方をしっかり身につける、それを1月までにやっていただければ、仮に2月とか3月にこっちの勉強量が減って、こっちの下3歩がいるようになっても点数は極端に変わらないですから、それで間に合います。だからまずは最初ここをしっかり固めていくというような流れで進めていきたい。そうすることによって担当と論文についてが、両方ですね、勉強していくことができるようになるかなと思いますね。はい。で、じゃあその内容っていうところで、ちょっとじゃあどうやっていくかっていうところで、そこの話をちょっとしたいと思うんですけれども、7ページのところですかね、講座の話をちょっとしておくと、合わせてしていきたいんですけど、で今回この講座自体は、担当論文速習コースということで、それをじゃあどういうふうに反映させてるかというと、2つのパターンの人がいるんですね、この講座って、秋からの講座は。で秋からの講座だけじゃなくて、弁理士の講座っていうのは大体2パターンがいて、どういうことかっていうと、本当の初学者の方で、今まで勉強してきませんでした、まだしてません、これから始めようと思ってますと、弁理士取ってみようと思ってますという方ね、で、いろいろね、あとでちょっと本当は話を聞きたいなと思うんですけど、なんで弁理士目指したのかなって、弁理士ってマイナーじゃないですか、どちらかというと、外で職業を聞かれて、めったにないんですよ、
弁理士で私も答えることは大体会社員かもう事務職ですと答えるんですけど、でもやむを得ない時あるわけね。警察関係とかに聞かれると職業を答えざるを得ないので、別に悪いことしたわけじゃないですよ悪いことしたわけじゃないんですけど、その時職業を聞くともう大体分かんないですよね。弁理士って言っても、弁理士ってどう書くんですかって言われて、うん、でちなみに警察関係で弁理士って言って勤務先言うと、勤務先に法律事務所の名前が入ってるんで態度変わるんですよやっぱね、あ、法律関係だなっていうのがあってちょっと警察官優しくなるんですけどまあそれどうでもいいくて、やっぱなかなか弁理士って皆さんマイナーだからね、なんで目指したのかなってなんですけど、やっぱりまあ面白い仕事だと思いますね。私自身は、まあ、ずっと事務所、まあ、平日は事務所でずっと出願とか中間とかの業務やってるんですけど、まあ、メインほぼ国内の、ない、対特許庁相手にやってるんですけど、まあ、非常に面白いですよ。うん、まあ、結構出願どうするかってのもありますし、まあ、結構面接審査とかで、最近だと弁理士じゃないと面接審査もいけないので、だ来週とか面接審査 2,3 件とか入ってたりするんですけど、たまたまちょっと集中的に入っていて、だそういった意味ではやっぱりそうやって弁理士持ってないとできないことで、うん、だからやっぱ皆さんもやっぱり弁理士受かっていただきたい、ね、まあ、ちょっとオリンピックの年になってしまいますけれども、ね、ちょっと悲しいですよね。横でオリンピックやってる間にね、皆さん弁理士の勉強しなきゃいけないってことになるんですけど、でもやっぱり受かれば非常にフィールドが広がる世界ではありますので、まあ、ぜひ受かっていただきたい。でその時に今言ったじゃあ講座って2パターンいますよっていうのが、本当に全く初学者という方と、いや一応勉強してましたと、今年担当も受けてますと、うん、っていう方がいて、でその時に要するに、まあ、うまくなんですかね、勉強が進んでるパターンと今これから始めるパターンで実はやり方が変わってきます。で、まあ、通学の方に関してはそこを私の方でうまく振り分けていこうと。だ要するにこの講座に出ていただければ予習指示を出します。で講座出ていただきますと、で復習していただきますと、そのサイクルを来年の5月まで継続してほしいんですよ。で試験というか講座自体はゴールデンウィークぐらいまでありますから、でそのルーチンに乗っていただければ担当試験と論文試験に突破できる力というのが身につくと。で講座の予習をします。で講座講義出ていただきます。だから講義が復習なんです、私の中のイメージは、うん、講義が復習ね、イメージ的に。だから結構今日はガイダンスですから、でちょっとまあ収録があるんで皆さんにいろいろ聞いてませんけど、通常の講義の時は私当てていくんですよ大体。うん、どう思いますどう思いますって形で、でその時に何答えてもらってもいいんですよ。正解聞いてるわけじゃない、ね、よくそうすると分かりませんとしてるんですけど、で分かんないから聞いてるのね、私の方としては。でいいんですよそれで分かんなくて、うん、で分かんないから結構絞り出して答えてもらえると結構面白い答え返ってきて、ああなるほどねと、確かにそういう考えあるねみたいな形で、結構そういうキャッチボールが私はすごく好きで、皆さんとやるのが。だからまあ例えばテキストなりで予習をしてきますと、で私がいろいろ聞いてきますと、でそれに基づいてだから講義の中で、あそういうことだったのかと、あ今日テキストに書いたのここだったのか、あここあんま重要じゃなかったのかとか、そういうことを講義の中でやってもらって、であとは家に帰って復習ですね。で復習に関しては過去問を使って復習していただくという形の流れになってきます。でその時に今言った初学者の方とそうじゃない方のパターンがいらっしゃって、第一パターンの方ですけど、これは、これから勉強を始めようってパターンですね、第一パターン。もしくは、まあ、去年受けてみたけどなかなか点数取れなかった、いや30点いかなかったなとか、あとは忙しいと、勉強時間ね、普段勉強時間取れなくてちょっと1週間10時間ちょっとしか勉強時間取れないなという場合は左側の第一パターン で何が違うかというと、論文の重視ですね、論文をどれだけ重視するかということになります。で第1パターンと第2パターンの大きな違いは論文のスタートなんですよ。である程度学習が固まってますよっていう方は論文を早めにスタートしてもらって構わないと思ってます。でそれなぜかって言ったら、一応一通りは勉強終わってるから、ね、例えばさっきちょっと専用実試験の話しましたけど、専用実試験って言われて、あもうそれは知ってますよと、細かいところまでいいですよ、細かいところまでいいけど言葉は知ってますよと、最低通常実試験は特許法3つありますよねとか、最新の規定ありますよね、最新の規定によって効用権が出ますよねっていうのを聞いて、うんうんって分かる人は、分かるとかね、あ聞いたことあるぞっていう人はいいんですよ。ところが今多分聞いて何言ってんだと、今なんか呪文みたいなこと言い出したぞという方は、まあそれはちょっとペースを落とせばいいと、うん、でね、こういうこと書くとなんかさ、パターン2の人の方が超できるみたいでね、優秀で、なんか こっちでやっていかなきゃ分かんないんじゃないかと思うかもしれませんけど、違うからね、うん、しっかりと自分の足元を見てほしいんですよ。で大事なことは最終的には合格することなので、今勉強ができてるできてないとか始めてないかは全く関係ないです。で
正直なこと言うと、来年の担当試験の受かりやすさって、今から真っ青の人の方がこれ実は未知数というか受かる可能性が出てくるんですよ。あの要するに変な癖がついてない。で逆にもう何年か勉強してますとしたら癖がついちゃってるんで、だから私は今回入門講座じゃなくってセットアップ講座って名前を変えてるのはそこで、入門やりたいんじゃないんです。だから一から、ね、皆さんにはいこうですよああですよじゃなくて、もう一度知識をセットアップっていうのはコンピューターの立ち上げなんですけど、もう一度よしと立ち上げるレベルまで皆さんを慣らしていきたいんですね。だから勉強してる人であれば多分穴ぼこがこうポコポコ開いてるので、その穴ぼこを埋めるイメージです。でこれから勉強始めていく人はその土台を作っていくイメージですね。だからここの中の講座の中では一番重要で、ここがここのセットアップ講座と呼ばれるところでどれだけ基礎の土台が作れるかです。目標としては言葉を聞いた時にあ知ってますってレベルになること、あの説明できる必要はないです。そこまでいらない。問題解けるそこもいらないです。ただ言葉を聞いて、今私がチョロチョロって言った言葉分かります、ああ不使用取消審判、ああ聞いたことがありますと、なんか商標使ってないと消えちゃうんですよね、うん、そのレベルで十分です。ただし何を聞かれても何か答えられるってレベルまでにしておくと、実はそれ以降がかなり楽になります、勉強は。なのでまずはそのセットアップ、こっち自体、担当自体は講座で載っていただければいいんですね。で第1パターンも第2パターンも実は左側は共通 でまず今やった基礎力セットアップ講座というのがまず特許法からスタートします。で特許法がめちゃめちゃ大事ね。特許法がめちゃめちゃ大事で、なぜかさ特許がベースだから、うん、なのでまずそこでしっかりとまずベースを作っていただくと。でこの時にやっていただくのが入門テキストっていうのがあって、まずこれは予習で読んでいただきます。で今だ とスマートの入門講座がですね、まあ、見れたりする時期でもありますので、先取りですと、まあ、そういったところも活用していただければと思うんですけれども、まあ、とにかく入門講座のテキストを読みつつですね、で、まあ、範囲を予習したりすると、で合わせて担当コレモンっていうのを使っていただきます。担当コレモンとは何ぞやというところなんですけど、これは私の講座でよく使うやつで、最後のですね、20ページですね、コレモンって書いてるところですね。でいわゆる条文と担当のそのこの条文ね、例えば132条の条文に関する過去問をあのまとめた冊子になります。でこれが、平成14年からずっと入ってるというものです。で基本的にこれを使ってあの復習なり学習をしていただくと分かる範囲で、で私がこれを使う理由は簡単で、あのもうね、射程をすぐ過去問に置いていただきたいんですよ。要するに過去問で出てるところは重要、出てないところは重要じゃないっていう判断を自分でできるわけですね。例えばほら右見てよ、140条とかってないんだもん、過去問平成14年からだよ、うん、だったらもうやんなくていいじゃんここ無視してもいいんですよ、うん、139条、まあ、2個ぐらいだからね、うん、まあやってもやんなくてもいいかなっていう感じですね。でそれに対して、まあ、132条はまあまあそこそこ出てる。でさらにこれね、コレポンってあるでしょ。でコレポンって何かっていうと、これは2回以上共通に出てきているポイントなんですよ。それをまあコレポンって言ってるんですけれども、だからまずはここのポイントさえ押さえていれば、過去問で2回とか3回出てる内容については押さえられるんですね。だまずはそこから押さえていく。だから勉強って優先度がすごく大事で、1から10をきれいに理解することが大切ではないです、過去もあの資格試験の勉強というのは。毎年出るところをまずしっかり押さえていく、それが大事で、出ないところは後回し、うん、でその判断があのすごく重要で、うん、だから勉強って、まあ、最終的には、まあ、皆さんがねもうご家庭でやっていただくってことになるんですけど、私の役割ってはその勉強をどう持っていくかっていう、まあ、そこの、まあ、一緒にですね皆さんと流れを作っていくことが私の仕事だと思っているので、うん、だからまあ特に、まあ、秋の講座なんかであればあの基本的にゼミと同じように考えてますので、うん、あのまあ、通学でやられる、まあ、基本的にまあ通学がメインになるかなというふうに意識はしてるんですけれども、まあ、ほぼゼミと同じ。ただ通常はあの例年は担当解放と、まあ、L ゼミという論文やっていて、あとはそのまあ担当ゼミというのは直前でやったりするんですけど、まあ、それも本当に一つにしているとこの講座で、だ皆さんと一対一になって今週の勉強何やってるかっていうのを見て、いやこれはじゃちょっとやらなくていいんじゃないのとか、そういったところまで踏み込めればいいかなと。で実際まあ、 あの勉強用でよく私ツイッターを使っていただいてるんですよ。あの受講生によって提供力使ってねって言って、まあ、使う人と使わない人がいるんですけど、なんでツイッター使ってくれって言ってるかっていうと、その分かんない時にもうそこで聞いてほしいんですよね。
例えば今週の土曜日に講義あるなと質問したいなと思ってもやっぱなんかタイミングでできなかったりなんか誰か聞いてるからいいやとかってなったりするわけですよね。でもところがさツイッターとかであらかじめ質問がありますと言っててくれればこっちからも聞けるしねなんかあるんでしょみたいな、うん、で幸いちょっと講座結構時間が結構バラバラなんですけどちょっとこの講座ってそのちょっと時期によってその L ゼミとかいろんなゼミの関係でちょっと朝だったり朝はないね私の場合ね昼だったり夕方だったり夜だったりするんですけど特に1日ね2回講座がある時もあるんですね、うん、昼と夕方みたいなちょっと間の時間もあるしさね、だからそういくらでも質問はできる時間があるのでだそういったところで、まあ、事前に聞いといていただければフォローもできますしだそういった意味での、まあ、ツイッターなんかよく使ってねと言ってるんですけどちょっと 話戻しますけどでとにかくそのコレモンっていうのを使って過去問で出てるところをまず先に潰していくとでこれはさっき言ったように丸とか×出すのが重要じゃないですそれはどうでもいいです今はそうじゃなくって条文のどこをポイントとして聞いてるのか単純に条文なんか読んだって面白くないですよで時々皆さん勘違いするのが条文を覚えたら試験受かりますか受からないですこれは担当試験簡単ですよそれ理由も簡単で皆さん今じゃあ条文持って担当の過去問、まあ、東京庁で出てるじゃないですかあれを解けるかですよ法律だけ見て解けないでしょということは法律丸暗記しても解けないです過去問で丸暗記して答えが出るんだったら条文見て答え出るはずなんでちなみに条約は答え出ます条文見ればだから条約は確かに丸暗記すれば答え出せるんです量がめちゃめちゃ多いので丸暗記できない、うん、でそれに対して他の法律は条文見たって今日だからまさにね後で見ていただければいいんですけどこの条文とこれって対応できるかすら分かんないですよまだ勉強してなければだからじゃあ何が必要なのかといったらこの背景となる考え方をしっかり押さえていただきたいというところになります過去問をやることによってポイントを絞ることは大事です、うん、なんだけれども、まあ、その以前にですねまずはそのインプットとしてしっかり枠を作っていただくということをやっていただきたいでそれがセットアップ講座と呼ばれるところですね。っていうことで従来のちょっと入門講座とはちょっと位置づけが違うっていうふうに自分としては捉えています。でそれで大体11月ぐらいでそれが終わったら、勉強これから始めた人は論文を家庭でウェブでこれ見れる講座になりますけどウェブで視聴特許が終わったら始めていただければいいと並行して。でまあ、論文の書き方講座は多分ね最初見た時はピンとこないと思うんですよいかに点数を取るかなんて論文試験ってねこれ正解があって点数を取ることがすごく大事なんですけど、うん、あピンとこないんだよね勉強まだしてない人はだからここはもしかしたら後で直前もう一度見た方がいいですね担当終わった後にで一番大事なのはここ論文ユニット構築講座で論文試験の勉強っていうのはじゃあ論文ってねどうやって勉強するのって言ったらこれ実はそんな難しくないです論文私は論文簡単だと思ってるんでうん、で論文って6ページのところに書いてあるんですけども論文の学習法あとでも書いてあるんですけど論文の勉強は難しそうに見えて実は簡単なんだと論文式は問題文を読んでこの問題には何の部品を使うのかと使う部品はどのように書くこの2つなんです論文試験の問題を読んでどんな部品パーツユニットを使うんだろうあこれであれば先使用権と無効審判と訂正審判を使えばいいんだなとかまず問題文から何の部品を使うのかっていうのをパパパッと選んでもらうでも今言ったようにじゃあ無効審判使いますって言われた時にじゃあ無効審判ってどうやって書くのって話になる今度ねだそれがこの2つ目ですね答案記載力ってやつ使う部品はどうやって書くんだろうでこれをどうやってやるかっていうと過去問を使ってやっていただければいいただ過去問ってなんかいっぱいぐちゃぐちゃ書いてあるから勉強できないですよやりやすくないなので仕事でも何でもそうですけど勉強しやすくするためにはどうするかって言ったらね部品をちっちゃくするの何でもでちっちゃくすれば理解しやすくなるで今度は過去問をちっちゃくしてるのが論文コレモンっていうやつでコレモンというのはこれでいければいい問題って意味なんですけど、うん、で22ページの最後でこれがめちゃめちゃあるんですけど論文コレモンって、うん、で要するにこの定型文これを書いてもらうためにですね、まあ、この問題作ってるんですけどこういうですね例えばこれ査定後分割っていうことで、まあ、一つの問題のこのテーマなんですけどこのテーマごとの、まあ、この何ですかねこのパーツ集とかユニット集があるんですねでこれをしっかり回してしっかり書けるようになっていただければ論文の過去問はだいぶ簡単になります要するに一個一個の部品が分かったからあとはそれを組み合わせればいい。だからプレハブと一緒ですよ。うん。で、これも、今度はね、最初からね、一字句覚えちゃダメよ。まずは、大きく大きく捉える。
一個一個のなんですかね、意味というか、あ、これって何を言いたいんだろうっていうところをまず一言で言えるようになって、で次に2行ぐらいで言えるようになって、で最後は全部書けるようになっていただく。でこれもやっぱり段階的にやっていただくと。でこの論文コレモンっていうのを説明している講座がこの論文ユニットっていうやつになるんですね。うん、ただほらこれってじゃあこのパターン2の人は最初から走ってるんですけど、何が違うのかって今言ったようにね、じゃあ論文これもやんなきゃって言った時に何だったっけ、さっき査定語分割か、査定語分割って言われてもさ、その査定語分割をまだ勉強しないとできないじゃない。だからパターン1、第一パターンの人は特許法終わってからやってねって言ってるだけ、うん、ちょっと分かんないからさ、読んでも何のことやってなっちゃうんで、うん、それをやっていただければいいということなんです。でこれがもともとスマートっていうその通信向けの講座でやってるんですけど、スマート講座って1時間で1コマなんですよ。通学で来ると残念ながら3時間1コマでちょっと長いんですけど、うん、通学向け私1時間で切ってるん で1時間で切ってるとほらね、例えば通勤とかでね、ちょっと見れるじゃない、うん、だそういった意味での、まあ、スマートフォンとか、まあ、そういうのを使って見ていただけるような講座になってるので、それを、まあ、家庭でスケジューリングは配ります、うん、今の時期これやりましょうとか、うん、今これしましょう。でこんなのは人によって違うので、もしダメだったら相談してもらいたいんですね。いやこの終わりませんみたいな、だったらもうちょっとここをやりましょうとか、で逆に終わりますと、いや私もうちょっと時間もうちょっと取れるんですよって言ったら、じゃあここは1日こんだけやった方がいいんじゃないのとか、だからそこは人によって変わるかなと思ってるんですけど、ただやっぱさっき言った予習講義復習って1週間の流れを作ってほしいので、そこの指示をしていきます。だそれはパターン1、第1パターンも第2パターンも一緒です。だ指示が変わるということになります。で11月に、まあ、1つのこのセットアップ講座というのが終わるんですけど、でそれが終わったら今度は担当はこの担当解放習得講座という、まあ例年はこれ単体でやってた講座なんですけど、今回は今年ここに組み込んでしまってます。でこれどんな講座かというと、さっきのセットアップ講座をもっと砕けたというか、うん、もうちょっとじゃあこの法律ってどうなってるのっていうのをもうあっちこっち飛びます。私も好きなのでそういうサブリミナル講座っていうんですけど、もうあっちこっち飛ぶんですよ。うん、だから最初の審査であれば、で特にこれ他の講座と違うのは4法さっき言った特区実印象、これを並行にやってきますもん、うん、要するにだから最初はそれはちょっと効率悪いので特許、ね、衣装商標ってやるんですけど、それが一通り終わったら今度は角度を変えて、じゃあ出願ってどうなってるのとか、審判ってどうなってるの、例えば特許はこうなってるけど衣装はどうなってるのとかっていうことで、そこをいろいろ聞いていくとか、皆さんの中に頭に刺激を作ってほしいんですね。刺激を作る、刺激を与えるか、私が、うん、で結局ああそうなんだと。で私よく今いろんな質問をするんですけど、私の質問って難しいことは聞かないんですよ。でもレジュメとかに載ってないこと聞くんですね、うん、これってどうなってますみたいな、で散々答えて、うん、それ違うねって、いやそうじゃないねって話になって、そうそうって話になると、ああそういうことかと、それを聞いてたのねっていう、よくそういうことがあるんですけど、でそういった意味でのなんですかね、いろんな角度から知識を整理してほしいんです。でインプットとアウトプットってよく言うんですよ。インプットは知識を覚えること、アウトプットは問題を解くことなんですけど、実はその間があって知識を整理するってことが必要です。知識は要するに頭の中に入ったとしても、それを引き出せなかったら問題って解けないんですね。だから問題を引き出す力っていうのを身につけるのがこの担当解放習得講座になります。でずっとこう起きてるんですけど、ベースとしてはさっきから言ってるように過去問です。これは過去問で問われているところは最優先です。私はそこも極端もはっきり分けていて、当然まあ過去問でやらないところも出す聞いたりはするんですけど、その時は過去問出てないっていうんで、出てませんよっていう、それは後回しでもいいかなということになります。でまあさっき言った2月ぐらいまで、でここで多分4法としては担当と論文の力はずっと乗り切っていただければかなりつきます。うん、でさっき言ったように私の目標としているのは、条文は覚えてないけど答えは出るっていう流れなので、条文はあまり細かいこと覚えてないと、何だったっけなって、実際私条文番号って覚えてないんですよあまり、うん、別に覚えなくても答えは出るので、条文番号って結構言ってこれって何条だっけなって当たったら当たったって喜ぶタイプなんですけど、まあ、当然しょっちゅう出る条文番号覚えてますよ。特許法の例えば許諾事例49条とか新規制29条とかっていうのはもう当たり前の条文ですから。でも例えばなんかね100、まさけど40何条とか辺ってごちゃごちゃっとしてるんでね、参加とかは。で実際そこが直接問われることってそうそう少ないので、であればあんまり私は意識してないですね、うん、
そういった意味での、この担当解放っていうところを使うと。で、実際その講座の具体的な内容は、後で、細かいところまで時間がないと思うので、ここ見ていただければいいと思うんですけれども、10ページからの基礎力セットアップ講座というところで、言ってその共通の知識をまずやっていきましょうと。担当論文講述に対しての共通の知識というところをやっていただくと。で、その間、基礎力セットアップ講座だけじゃないですけれども、その予習講義復習と流れね、これをしっかり組み立ててほしいと。だ、1週間のペース配分をしっかり作っていただくということが大事になってくると。で、だから学習時間なんかも記録をしていただく。で、ちょっとどういうふうにやるかっていうのは、また講座が始まったら指示を出そうかと思ってますけど、私よく学習時間記録してもらうんですね。で、結構記録しない人多いんですよ、どんぶり勘定で。ああ、今週はできなかったなとか。で、ね、やっぱり10月とか11月、年末になって忙しくなるじゃないですか。飲み会とか入ったりしてさ、ああ、今週あんまできなかったなって、あんまって何時間かとか分かってないですね。今週やったなと思って、何時間やったのって分かってないですよ。で、その勉強時間が分かってないと、じゃあもし仮に来年試験でね、担当試験何点取りましたって時に、何時間やったからこの勉強が取れたんだ、できたんだっていうのが分かんないじゃないですか。そういった意味では、しっかりと記録を取っていただくと。で、やっぱり、ある受講生で一発で合格した人なんですけれども、その人の中の勉強法っていうのはどうやってやってたかっていうと、毎週水曜か木曜日切るんですよ、一旦。で、例えば日曜日スタートで、勉強時間をつけていくでしょ。で、1週間で20時間例えばやろう、私じゃ1週間20時間やった方がいいと思ってるんですけど、最低限で20時間やるときに水曜までで10時間とかって切るんです、まず。だ、そこまでに目標を達成してるかどうかをまずしっかり見るのね。で、今週は水曜の段階で13時間やってるからもう余裕だなとか、で、逆には今週は水曜だけどまだ6時間しかやってないから、ちょっと木金も頑張らなきゃっていう形で、週の中でちゃんと調整をかけてるんですよ。で、やっぱそういうですね、勉強をやらないと何気なくやっぱ過ぎちゃうんですね。で、今までの高校生とか中学生の時と違って、やっぱ一番大きな違い、皆さん生活があるじゃないですか。仕事があって、家庭があって、勉強だけやってればいいってわけじゃない。それに、なんですかね、資格試験って、自分自身が弁理士受かった後にいくつか資格やってみたんですよ。で、結局全部ダメだったんですけど、てか最後まで続かなかったんですけど、やっぱ今の生活があるからいいやってなっちゃうんだよね、どうしても。だって皆さん今生活できてんだもん。ね、これ弁理士受かんなかったらもう生活できないというならば話は別ですよ。だ、特許事務所の方とかであればやっぱそれあるかもしれないんですけど、まあ、そうは言っても、でも特許技術者として明細書書いてるしみたいなね。給料は出てるし、生活できてるしって、やっぱどうしても今ある生活が出ちゃうんですね、先に。だからやっぱそこは自分でコントロールしないとダメかなと思いますので、やっぱそういうところを、しっかり私の方でもフォローしていきたいなと思ってます。で、セットアップ講座については繰り返しになりますけど、とにかくイメージを作っていただきたいと。イメージですね。で、イメージの作り方っていうのは、特にやっぱりその流れですね。で、我々って対特許庁、さっきね、ちょっと言って、来週面接審査行きますよとか言ったんですけど、対特許庁って必ず流れがあるんですよ。発明があって、じゃあ発明に基づいて出願しましょう、出願をして、で、その出願って特許庁に出しただけじゃダメなんですね。これ特許庁に見てくださいとお願いしなきゃいけない、これ審査請求って言いますね。審査請求の手続きしますと。で、特許庁からダメだよっていうのが来ます。これ拒絶理由です。拒絶理由が来たら、いや、じゃあちょっと直しましょうと、ね、審査会のも正しいから、じゃあちょっと直すよというところで、これ補正をしたり、で、反論する、意見書を出したりするわけですね。で、無事に特許になりましたと。で、特許になったら他人がやってますよね、じゃあ権利行使しましょう。権利行使したら相手も黙ってないですよね、その特許ちょっと有効じゃないんじゃないの、これ無効な理由あるんじゃないのっていうことで、無効審判請求されたりしますね。ということで、ずっと流れがあります。その流れに沿ってしっかり考えていただきたい。だからよく私はより具体的なイメージ、自分が普段昼間仕事をしてますので、より具体的なイメージを話をするんですけど、だ、こうとかオツってよく出てくるんですよ、この勉強やってると。こうさん、オツさん、ヘイさんなんて言っちゃダメ、頭のイメージつかないから。だ、こうさんじゃないの、もう40歳のもう中小企業の従業員15名の会社の社長みたいな、大体墨田区ぐらいで工場を持っていて、で、ちょっと江東区にも出そうかと思ってる社長とかね。で、商標であれば、ちょっと最近流行りのね、フレンチレストランを経営してる人とか、そういうイメージを持ってほしいんですよ。で、じゃないと、やっぱり単なる文字になっちゃうね、問題が。単なる文字だと、それってレジュメ、答えを覚えることになっちゃう。そうじゃなくて、やっぱりこのコウさんって何したいのかなっていう気持ちがすごく大事で、で、それが弁理士だったらどう判断するのということになってくるんですね。で、私自身がやっぱり普段からそれ問題はそう考えて、自分が弁理士だったらどうアドバイスしてあげるかな。
っていうのをやっぱり考えるんですね、うん、で答えっていうのは我々代理人なんで一通りじゃないんですよ。これは特許権者から相談を受けた場合と警告を相談を受けた場合、警告を受けた人から相談を受ける場合ってやっぱ話違うんでね。特許権者側だったら行きましょうとか相手悪いですよってなりますし、警告を受けたって言ったらいや特許権者が悪いんじゃないですかって話になるわけ、ね、当然事実は変わんないよ。明らかに特権侵害してんだってもう無理ですよ、ね、主婦の人が来てさグッチのバッグをね偽物輸入したんですけどなんとかなりませんかってなんとかなりませんよ。それもそれ早くもうやめた方がいいですよって話になるでしょ。でもたまたまお店やったら名前が一緒だって言われたと訴えられちゃったらどうしましょう、うん、でどうにかなるならやっぱりしてあげたい、まあ、どうにもならないことってね、ちなみに商標なんかはあるんですよ。実務でやってると発明相談とかっていうのも 2,3 ヶ月に1回弁理士会でやってるんですけど結構多いんですよ。その相談すいません何とかって商標があったんですけどこれってどうにかなりませんか、自分でやってるお店と一緒ですって話になっちゃうわけよ。何ともなりませんってしか話にならないですよ。もう他人が商標取ったらそれで終わりなんで、あ、もう無理ですと、店の名前変えるしかないですよって言われたらっていう、いやでもこの名前使いたいんですよねって、いや出してなかったんでもうどうしようもないですって申し訳ないですけどっつってもうそこで話終わっちゃうんですけど、うん、だからまあダメなものはダメです。ただそうじゃないことが多いわけですね。我々っていうのはグレーゾーンが、だグレーゾーンを白にするか黒にするかが法律家の仕事ですから、だから皆さんはその考え方をしっかり身につけていただきたい。だそれがこの大きなイメージを作るっていう、だから条文を暗記するんだとか規定を覚えていくんじゃなくて、うん、よくだから私楽しくやりましょう楽しくやりましょうって言うけどまさにそうなのよ。勉強って覚えてて来てがむしゃらにやるんじゃなくって、やっぱり具体的な場面を思いつきながら面白かったなと。で私はやっぱりね合格祝賀会が、大体いつも11月にあるんですけど、やっぱ言われて一番嬉しいのはゼミとかをやってる時に、いや先生ね今年もゼミ出たかったんですよ本当はみたいなね、まあ、いやみたらしい言い方でしょ、もう合格者特有ですよね、合格してるからそのこと言えるわけでね。でもやっぱりゼミ来てるの楽しかったと、レックに来ててね、講座で取って楽しくて、で今年もね取れないのが残念ですって、リップサービスだと思いますけど、でもやっぱ言っていただけるのは嬉しくて、うん、やっぱり皆さんも一緒にそこをやっていきたいなと思ってますしね、そのやっぱ楽しくやっていくっていう、ところだから、逆にすごく何言ってんだとね、ババン違うと、俺はストイックにやりたいんだと、条文暗記するんだ、ね、青本についてはもう丸暗記だと、ね、お前のやり方は違うって言われると多分合わないです。私のやり方はそれがもう結構アバウトなので、うん、なんできっちり覚えるところで、自分自身もあんまきっちり覚えてないですし、正直言うと一軸とかレジュメ覚えてないですよ、うん、じゃあ答えられませんかって言ったらそれは答えられるんですね。でそれは弁理士も一緒ですよ、うん、弁理士って条文とかって一軸覚えてるかって言ったら覚えてないですよ。で時々、そういうことを言う方がいて、これ弁理士がこの問題を解いたら解けるのかって言うんですけど、意外に解けるんですよ弁理士って、うん、根拠は分かんないけど、ね、明確な、それがやっぱり合格する人とか合格レベルと合格しないレベルの一番大きな違いですね。で皆さんにやっぱそこになっていただきたいなというところですね、うん、で論文講座についてはさっき言ったように家庭でですね、ここをやっていただくと、家庭でやっていただくから、あとはほっといて、なんですかね、勝手にやってくださいってわけじゃないです、これは。うん、あくまで講座を有効活用していただきたい。時間がね、やっぱ週1回っていうところで、平日に来るのも大変じゃないですか。平日論文1回来て、週末また来てても大変なので、そこはご自宅でやっぱりやっていただきたい。自分自身もずっと通信の入門講座をもう何年もやってまして、通信は通信のメリットっていうのは私はすごくよく分かってるんですね。通信というのはネガティブなイメージで捉える人いる。例えば通えないから通信ですじゃないんですよ。最近は時間を使うようにしたいから通信だという方がやっぱり多いんですね。でやっぱ私もそうだと思っていて、だからそのスマートコースなんかではそこをすごく意識してるんですね。でその中でのやっぱり論文とかに関してはやってますので、それを見ていただいて、で当然通学で例えば日曜日に来てるからそこで疑問点を解消していけばいい、もしくはどこまで進んでるかの報告をしていただくと、今今週はこれやってますこれやってますこうなってますっていう、そういうことによって、だから結局的には論文のインプットをしていただいて、そこで例えば、分かんなかったところとか問題解いてみたとか、そういうのは直接私に言っていただければと、うん、場合によっては勉強進んできたらちょっと過去問について解いてみたと、自分でこんなふうな答案になったけどどうですかっていう、そういう質問があっても私はいいと思うんですよね。だからこれうまく書けてるんじゃないとか、もうちょっとこういうこと書いた方がいいんじゃないのっていうことで、やっぱり時間をうまく使っていただきたいと思ってますね。だから論文については、通学じゃなくて通信って形で書いてるんですけど、勝手にやってくださいってわけじゃないですこれは、うん、ここについては、ね、ここも一応私が説明してますから、うん、なんか勝手にやってくださいってわけじゃなくて、ここについてはちゃんとやっていただいた上で、通学の部分でフォローをかけていくということになります。
で、まあ、先ほどあったんで担当会報習得講座っていうところで、まあ、条文のイメージですね、まあ、こういう築城ではなく、あの、まあ、横断的にやっていくという形ですね、うん、特実衣装を全てやっていくと、それによって、まあ、よりですね知識の、まあ、柔軟な知識を身につけていただくということになります。やっぱね、いろんなあのことを聞かれることによって、あの何を聞かれても答えが出せるという状態に持っていっていただきたいです。でとにかくね、あの私自身も毎年あの講座をやる上で の, あの目標っていうのがあるんですよ。反省してるんだね毎年で、まあ、ちょっとパンフから比べてだいぶ髪型短いのは反省してるからなんですけど、まあ、それこそでね、で、まあ、夏で暑いから短くしちゃったんですけど、今年はね、去年やっぱり反省したのは、まあ、ツイッターを受講生さんが使ってくれるんですよ。で、まあ、見てると結構その直前期にあの今年はね、まあ、つぶやいてくれる人がいたんですよ、うん、あの特許法はこれがこうなってるんだとか、衣装はこうなんだみたいな、これを理解したぞみたいなことをつぶやいてくれる人がいるんですよ。じゃあ初めて過去問でこれが分かったとで大丈夫だって言うんだけど、全部それって講義で言ったことなんですよ講義で言ったことなんだけど、直前期に、うん、分かった、あこうだったんだって、まあ、書いてくれてるんですけど、あこれって去年の9月に言ってるなとか、だからやっぱそこって記憶に残ってないんですよね。だから多分講義を見ていただければ言ってるし、まあ、テキストのさっき言ったコレポンとか、あのまああの要点のまとめっていうのが実はこの担当解放の方だとあるんですけど、そこに書いてあるんですよ。でもやっぱり記憶に残ってないのね、うん、なので、まあ、いかに皆さんの記憶に残すかですよね、うん、でまあ、かといって限界はありますよね。なんか手品みたいなわけいかないですからねあの何かをね、いや出てきたらこう鳩と一緒にね条文が出てくるとかやればねインパクト残るかもしれませんけど、毎回鳩出せないしね。だからそう考えると、うん、やっぱりあの、まあ、なんかのインパクト、ただまあね結構ね通信の方、さっき言った論文ユニットとか、あのこっちはインパクトが残るような講座をやってるんで、うん、あのもうちょっとね動いてるんですよ通信の方は。で通学の方って結構ですね、あのこう皆さんこう今いるとプレッシャーなんですよね。なんかつまんないこと言うと滑るだろうっていうのがあって、別に受ける必要ないんですけど、こう皆さん視線が結構、まあ、特にガイダンスそうなんですけど、こう割と冷ややかな感じなんですよね。だからこう変なこと言うとですね、結構なんですかね、滑ると焦るというかね、急に早口になったりして、あまずいまずいみたいな感じになるんですけど、通信ってこれ誰もいないところでやってるんですよ。ということは自分の中ではいつも爆笑のイメージなのね。だから結構いろんなことが言えるので、まあ、割とまあこっちの方は、うん、まあ、見たらインパクトは残るようになってんじゃないかなと、うん、通信で見たことがある人があるんですけど、例えばその、まあ、商業でセントラルアタックっていう、まあ、やつがあるんですよ。マドプロでかっこいいでしょ名前、セントラルアタックって、ね、あまり同意いただいてないですけど、なんかかっちょいじゃないですかセントラルアタックって。だからセントラルアタックのポーズと流るんですよ、あの変身みたいな。絶対通学ではできなくて、ここで今私がいる勇気がないっていうだけで、毎年春になると今年の講座ではやってみようと思うんだけど、結局一回もやったことがないっていうね、うん、今年やってみたいなと思ってます。通信でやるんですよ、誰もいないからね、うん、超思い切り振り切ってやってますけど、なかなか通学ではねできないので、いやみんながねそこで拍手してねわーって言ってくれればいいんですけど、大体みんな冷ややかな感じで終わるので、まあ、やらないというところで、まあ、そんな話はいいんですけど、だからまあそういった意味で の, その記憶の定着っていうところをやっぱりしっかりつけていただきたいと思ってます、うん、でそれがまあ担当解放という講座になりますね、はい、うん、で下三方についてはかなり後でいいです。で下三方は条約の対応が対策がかなり難しいんですけれども、手前味噌で恐縮なんですけど、勉強はすごくしにくいんですよ、条約。条約はしにくいんですけど、結構そこはまあ、パリっていうの、まあ、公務員まだ、ね、勉強してない方は分かんないと思うんですけど、 PCT が多分ね最近今出題が多いんですけど、ここの勉強がものすごくしにくいです。なんですけど、ここは流れと各機関の役割をしっかりとね、うん、抑えていただければ点数絶対に取れますんで、 PCT は、うん、そんなに難しくないですよ。でここは学習したことがある人は分かると思うんですけど、めちゃめちゃ大変に思えるんですけど、実はそんなに大変ではなく、で結構他のまあある違う講座を取ってる受講生さんから、いやね、もう PCT だけ先生に取りたいんですよって言われて、いや PCT でも取ってくれればいいのにって思った気がするんですけど、結構まあその PCT に関してはかなりテキストも、まあ、規則を使ってまとめてるので、まあ、テキストには絶対載ってるんですけど、テキストは全部覚えることは無理です、PCT は。もうこれはっきり言うと相当そこは規則に基づいたテキストなんで、ただ流れさえしっかり分かっていれば PCT に関しては問題が解けますので、で直条約著作権法とか不正競争に関してはやっぱさっき言ったイメージを使っていただければ簡単です。不正競争防止法ってね、これ簡単で、よく私のはかすめ取る
のがダメだよって法律だって言うんですけど、性教祖募集で一言言うとそこですね、かすめ取る。要するに例えば、まあ、レックに今日皆さん来てるんですけど、レックに行く途中になんか違うところがあったら、レックって赤い看板に似てるわけです。やっぱりだからなんかこんなこと言ってたなとね、あだからレックどっちだ、まあ、まあいいから入ってみるかと、あなんか弁理士講座やってるのか、じゃあ申し込んじゃうみたいな感じで申し込んだ。でそのなぜかしたらレックっていう商標を真似てるわけですよね。で要するに本来レックに行くお客さんをかすめ取ったわけでしょ。そういうことをしちゃいけませんよというのが不正競争防止法になります。まあ、今のだと21項1号違反というやつなんですけれども、それとかあとはパクリですね、デッドコピー、うん、まあね、まあ、昔有名なのはたまごっちですよね、うん、あのたまごっちっていうのは昔ありましたけど、誰と同じものを作っちゃうとか、そういうことによって偽物をつかまされた。あとは営業秘密、ね、今日皆さん来ていただいて、ね、まあ、ガイダンスで、まあ、名簿書いていただきましたと。でそれを私が勝手に他の、ね、受験会に横流ししたと、しめしめと今日来ていただいたから1人100円で売りますよって、そしたらね、なんか帰ったらレッグじゃないとこからパッパン売れてくるわけですよ、ね、おかしいじゃないですか、うん、でそういうことやったら勝手にそれって本来レッグで行く人が他のところに行ってしまう、やっぱりかすめ取る行為なんですよ。でこれが、まあ、営業秘密の流出というところで、まあ、21項4号以降なんですけど、こういったところを禁止している法律なんですね。で今言ったような基本的なイメージ、あ他のところに行くお客さんを悪いやつがひゅってかすめ取ってしまう、あそれをやっちゃいけないんだなっていうところのベースが分かっていれば不正競争防止は難しくないですね。だからそれ本当にあの各条文のコアな知識っていうのがあるんですね。だからそこをしっかり叩き込んでいただく、うん、商標であればブランド選択っていう、まあ、コアな知識があるんですけど、そこをしっかり叩き込んでいただければあの実は勉強自体はそんなに難しくないです、うん、と思ってます。なのでまずそこについてっていうのを担当解放の下散歩に関しては、まあ、3月2月3月ですかねぐらいからやっていくと。で結構直前なので、まあ、不安だと思うんですけど2月からっていうのは、だそのためにはそこまで4歩をしっかり固めるということが大事です。で4歩固まってないと結局下散歩やってる時も4歩が不安定になってしまうので最終的に合格が間に合わないんですね、うん、だからそこをあのしっかりやっていただければいいかなと思います。で最後のところは17ページ学習スケジュールっていうところで、やっぱりあのこれが一番難しくなってくるかなと思います。勉強で、まあ、1週間にあのまあ1回の講座でというところで考えてるんですけど、あの私自身はその皆さんがその勉強していく段階でなんすかね、やっぱり真面目すぎると思ってるんですね、うん、もうちょっと気楽でいいんじゃないかと。でちょっと前後して申し訳ないんですけど、まあ、3ページのところで、まあ、時間を作るっていう話をちょっと出てるんですけど、なんかねもう家に帰って机に向かってあのやらなきゃいかんと、勉強はあのそういう感じで考えてる人があの多いんですね。で無理ですよそれ、大人になると疲れるし、あねやっぱもう私もそうですけど、やっぱ家に帰ってやっぱ仕事をするってもう気力ないですよね、疲れして、あ仕事じゃなくてあの勉強するっていうのは。でそう考えた時にじゃあどういうところで勉強時間を作るのかというと、やっぱりその一番で書いてあるようにその隙間時間とか細切れ時間ですね、うん、もうその学生時代とは違いますので、その勉強するんだ必ず勉強するぞっていう気持ちではなくって、もういつでもどこでも勉強できる体制にすると、もう電車の中でもそうですし車の中でもそうですし、まあ、トイレの中でも、でこれトイレの中っていうのもやっぱり効果はあって、その例えば審判の流れのフローズとか、やっぱり合格する人合格者なんかだとやっぱトイレに貼っていつも見てたという人もいましたし、あらゆるところがなんか、まあ、去年受かった合格体あれかな、なんか体験記っていうかあのビデオで私と一緒に対談した人なんかはそれに映したかどうか忘れちゃいましたけど、家中に付箋を貼っていて、なんかもう本当にだから怪しい家ですよね、なんか家中に付箋、黄色い付箋がいっぱい貼ったんですよ。どこ見てもっていうなんか何のおまじないだみたいな感じになってるんですけど、もう全部どこ見ても知識が貼ってあるという状況にしていて、だいつでも知識確認できるという形でやっぱやってましたね。やっぱその勉強時間というのはやっぱりうまくひねり出すっていうことが、まあ、すごく大事かなと、うん、で実際学習時間なんですけど、まあ、個人差とか人によって環境あるんですけど、まあ、できれば1週間20時間はあの確保していただきたいというのが一つの目標ですね。ただね20は取れないです、意外にやってみると取れないんですけど、10を下回るとかなりきついです。やっぱり10時間一桁になってしまうとあのかなり勉強時間としては少ないので、まあ、できれば、まあ、10時間以上ですね、まあ、どんなに少なくてもで20時間というのを、まあ、一つの目標としてやっていただければよろしいんじゃないかなと思いますね。でやっぱり勉強ってそのなんですかね、やるぞやってみないとやる気が起きないので、とりあえず進めるってことは大事になりますね。
で、勉強時間取れない人は取れないでも構わないと私は思っていて、もうこれはだってしょうがないじゃないですか、勉強時間取れないのであれば。そうでしょ、ね、20時間やりましょうって言って、いや20時間取れませんって言ったら、もうじゃあそれでじゃあどうしましょうって話になるんですけど、その時にじゃあどう工夫していくかなんですね、人によって。で、単純に勉強時間が取れないのであればやり方としては2つで、1つは密度を増やす。例えば通信のウェブ講座であれば1時間の講座を 1.2 倍速とか 1.3 倍速で見れば50分とか45分で終わりますから、勉強量としては一緒ですね、これやってる内容。それが一つ。それからもう一個はやっぱりやる量を減らす。あのね、本当に皆さん、あの必要以上なことをやってる人も多いです。で、秋からでも十分合格できますよっていうのは、その無駄な分をどんどん、無駄とは言わないですけど、どんどん削ぎ落としたいんですね、私としては。だからその論文に関して、特にやっぱ論文なんかが多いのは、レジュメを 100% 覚えるんじゃなくていい、 50% でいいんですよ、覚えるのって。 50% だけ覚えたとしても、あとそれ自体は点数が取れますので、ちゃんとで 100% 覚えていくっていうのはやっぱりかなり大変なんですね、知識としては、うん、だからその半分の正確さでもいいんだって。性格的にはもう全部 100% で 100% やっていきたいっていう人もいるんですけど、ただそれやると時間も足りないし受かんなくなっちゃうんで、うん、やっぱりそこのなんですかね、まあ半分ぐらい、要するにここだけかけてればいいよっていう基準ですね、そこを守っていただきたい。ただ 100% 抑えなきゃいけない内容もあるんですよ。でも、あの、まあ、レジュメにも書いてありますけど、例えばその審判の流れというのがちょっとあるんですけど、無効審判の流れと、まあ、さっき言った PCT っていう条約があるんですけど、その流れに関しては 100% です。で、今年であれば担当試験審判から一般取材、いっぱい取材が出てるので、審判ができてないと受からないんです、これ。まあ、審判って、審判って何のことやらって形ですけど、あの審判ってね、裁判に近い手続きなんですよ、特許庁に対してするのね、うん、あの出願でも何でもいいんですけど、あの特許って面白い世界で、まあ、揉めますと、納得がいかないと普通は裁判所に訴えるんですけど、いきなり裁判所に訴えないんです。これ審判官っていうね、あの特許庁にあの役人というかいますから、その人にまず訴えるんです。でそれでまず審判という手続きをして、でそれがいわゆる裁判でいう一審になるんですね。でそこで不服があると、今度裁判所に行きます。これ東京高等裁判所ですね。なんで、あのいきなりこう高等裁判所から始まるのが、まあ、あの知的財産の世界は面白いんですけど、うん、で我々弁理士もだからその訴訟代理権をあの高等裁判所で持ってるんですけれども、でそこのタイミングでだからその審判っていう、まあ、いわゆる裁判に準ずる、準司法的手続きとかってよくキーワードで言うんですけど、そこの理解っていうのがすごく大事で、これは 100% で、受からない人は 100% 理解してないです、うん、で結構担当試験後にね来るんですよ、その個別相談とかで、いやね、あの今年ダメでしたと、どうだったってうまくいきませんでしたということで、じゃあ審判ちゃんと分かってます、いや審判はもう理解できてますと、うん、じゃあ無効審判をまず審判請求から全部説明してもらいますって言ったら、もう最初から詰まっちゃうんですね、うん、どういう手続きをするのかっていう、だそれじゃあ解けないですね、問題、うん、だから 100% やらなきゃいけないところと、さっき言った 50% でいいところ、そこの強弱をしっかりつけていくってことが大事で、それが自分ではできないんですよ、皆さんが。で例えば会社とかの知財部でいれば弁理士さんもいるでしょう、特許事務所だったら詳しい人もいるでしょう、そういう人に勉強内容は聞けると思うんですけど、じゃあどこをやるべきか、どこをやらなくていいかっていうのが、やっぱそこは判断難しいですね。でそれなぜかって言ったら、あの我々っていうのはいっぱい受験生見てますから、あここはあのみんなができないっていうのは分かってるわけですよ、このポイントはみんなができないとか、あのこのポイントはみんなができるっていうのは分かっているので、だそこの見極めっていうのはやっぱり我々、あの私の方がすごくできていて、でそれをやっぱり皆さんにしっかり伝えていくと、だそういうことによってあの無駄な部分を落としていくと、で必要なところっていうのを、まあ、しっかり通知していくということを、まあ、やっていきたいなというふうに思ってますね、はい、っていうところで、まあ、あのこの講座自体はですね、そのまあ全体的な、まあ、入門というよりかはあの合格をするやっぱりための講座なので、でまあ、担当、まあ、論文、まあ、口述も含めてですね、全部その、まあ、一気通貫で進めていける内容だと思っていますし、まあ、あのさっき言った予習復習、うん、じゃあ予習講義復習か、予習講義復習っていうのを始めたら、その5月までそれを毎週毎週繰り返すことによって、あの合格レベルに自然に上がるということになりますので、ぜひね、今からじゃちょっと遅いかなじゃなくて、もうすぐ受かるために勉強を進めていただければと思います。はい、というところで、まあ、時間になりましたので、私の方の話はこれで終わりにしたいと思います。あとはじゃあ個別でちょっとお話があればさせていただければと思います。お疲れ様でした。